いつの間にか随分荷物が増えてるわね。シオンも感じていたか。実は私もそう思っていた。少し減らしたらどうかな。旅を始めた頃に使っていた武器とかもうボロボロだし。いや、武器は磨けばまだ使えるだろう。かさばってるのは防具じゃないか。防具だって直せばまだまだ使えるぞ。それに身を守るものは多くて困るということはない。なんだかよくわからない骨董品とか売っ払えば減るんじゃねえの。そういうものの価値のわからない人間が貴重な芸術を消滅させるのだ。芸術じゃ戦いねえよ。やめなよ、そういう話をしてるんじゃ。ごめんなさい、私の言葉が足りなかったわ。こんなに荷物が増えるほど旅をしたのねって言いたかったのよ。おお。失敬した。過敏な反応をしたようだ。まあ旅の土産って増えるもんだし、俺も勝手なこと言ったから。荷物の重さは絆の重さか。そう思うとこの荷物も宝の山だな。